よーい、はい、はい、ヨーロバカやろうかな、もうやりますね、今日も映画アクション戦い研究ですね。めっちゃ見られためっちゃ笑ってますめっちゃ笑ってはい、ということで今日第2回でございます。映画用のアクションの研究をするんですけれども、リアリティのある実践編のアクションと、パフォーマンスのアクションというのをこう比較しながら、どんなことができるのかをいろいろとちょっと実験していこうと、研究していこうというのがこの YouTube でございます。分かった？分かったか？恥ずかしいって違う違う、見られます、違う、いいよね。まあ少林寺拳法だとさ、銃法って言って、女の子とか悪いやつ、手をこっちが言うの、手を引っ張られた時にこうやって逆光でっていう、こういう痛い痛いちゃったけど技があって、これがまあ少林寺拳法のね、銃法っていう、力を使わない銃法で、こういう字を書きます。倒すのではなく、むしろ生かしてやるためにダメだぞって言ってやるのがまあ拳法でね、武道。手を取られたら、ここから腰に持ってって、まずこれをクキッと抜きますと、これを効いてますと、これでよく、もうかかっちゃうね、かかっちゃう。まあ、詳しくは少年事件法習ってくださいね。僕は違うからね。パンチが来ます。ここをちょっと固めるとかね。まあ、ここで本当は当たってるんだけど、でここでクッと最初にかかっちゃう。関節のバキバキって音を入れたら痛く見えるよね。こんなやったよね。あとあれだよ、今あんまいないけど不良に絡まれた時、右手で掴んでくるね。おい兄ちゃんこっち来いやと、相手がもしこう掴んで押してきたら、もうここのところに固められるね。上げられたらこれ利用しても危ない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 。地味だろ。地味だろ。缶抜き固めっていうのがあって、缶を抜くからにここで固めるんですよ。これは痛いな。でこうやってやるとまあでも たまにこういうアクションを入れていくと、まあまあ効果をつけてやったら映えるよな。あとカメラワークっていうのもさ、映画ってあるからな。ちゃんと技が成立してるよっていうのをちゃんと見せたいわけだよね。ちゃんと聞いてるよっていう、そうそう、これがあなたのカメラワークがすごく大事。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと今度パフォーマンス的な動きを研究しようか。こういうことだよね。こういうのが広くなって大きく大振りがすごい、ちょっとだからね、止めて、ほら止めて、おお、びっくりした、もうびっくりした、もう急に動くから流され た。で、この後パンチをするので、その時にも、もう顔が今こう斜めになってるんですけど、はい、それだと殴る側も殴りにくいんですよ。ほんまや。振りかぶっても、もう殴ってくださいって感じで、あ、そうなん、待機してないといけない。待機っておかしいんですけど。こういって流されたけど、こっちにこうなっちゃう。そう。して、殴ってこうなるリアクションする。ここを殴ってください。はい、どうもありがとうございますっていう感じ。こういう感じなんですよ。これをヒーローっぽくやると、ちょっと難しい。ちょっと一回考えるよ。次ヒーローっぽくな。はい。僕は普通にやるからな。はい。はい。動きが大きいからすごい辛そうなんだけど、これ見てよ。これはさ、なんかこんな感じか。まあ殴っ、まあヒーローが殴ったっていう。殴った手をこうやって残すんですけど、格闘技だとすぐ引かないと相手に手を取られちゃうってなるからね。パーンって言って引かないと手を取られちゃう。もうここまでよ。そう、決まりですね。これびっくりしたもん、最初聞いた時に。それわざわざアッパーとかってこれで決まりですもん。ずっとわざわざ残してシャッターチャンスを。まあそうだそうだよな。あ、なるほど。じゃあちょっとここで一回落とされて、パン。すごい。まあ僕の武器はいいんですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ああ。こういうことですね。うまくいかねえな。うまくいかねえな。こうやってやりたいんだけど、ちょっと今日やめとこうかな。もう一回研究しとこうかな。
痛いですか研究中だから。大丈夫ですか、うん、どうしたらうまく取れるのかな、うん、もうちょっと研究しますね。宿題にしましょう、はい、いくらでも体使っていいんです、うん、今日なんかかっこいいとこ見せれてないな。めっちゃうからな。分かった。そういこういうことだ。あっお前の動きはもうすべて見てた。あ、もう膝まで持ってかれると思う。分かった。俺に回し蹴りをしてみろ。必ず転がしてやるからな。いけや。こいつ。パン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 。さあこんな感じで、まあ、コロナウイルスにめげず来月もまたやりますので、ぜひぜひよろしくね。たまには言っとくわ。じゃあチャンネル登録お願いします。これ言いたくねえんだけどね。どうせ100回ぐらいしか再生されねえから、ぜひ拡散をお願いします。頑張ります。そうすると頑張りがいがありますから。頑張ろう。ありがとうございました。コロナに負けるな。大丈夫。